はい、第7話やります。依頼が何件か来てるので、受けますね。何やら土地を譲ってくれるみたいだが、部屋を牛耳ってるモンスターを倒したら、その部屋を使わせてくれるとのことでした。というわけでその部屋に到着ねー。どんな、モンスターかなー。む、獣タイプのようですね。一匹だけだったら、楽勝かもね。あ、一匹だってさ。まあサクッと倒しちゃおうね。ふむ、ガスドラゴン一匹か。マジで楽勝だぞこれ。はい、カットカット。まあ今さら負けないよねー。よし、戻って報告だ。確かこれで、視点が作れるはず。いよいよ視点ですか。もうすぐ才能もわかるようになりますね。うむ、まずはライマンさんに報告だ。商店の店長にも報告するのだ。はいはい、バッチリ譲ってもらいましたよっと。よしよし、いいね。早速視点を新設しましょう。早い方がいいですよ。うむ、そうしよう。さて、いくらくらいかかるのかな。たけい、1万って、お前、ここはケチらず行っちゃいましょうぜ。むー、そうだな、ちょっと痛いが、やっておこう。これで各種宝力を買えるようになりましたね。さらにレベルアップすると、いろんなイベントも発生しますよ。なんかよくわかんないけど、そろそろ潜ろうよ。よっしゃ、そんじゃ4階の探索ね。そこまでカットを。はい、到着。進むぞー。道中の戦闘は、ほぼカットねー。苦戦した時だけ、お見せしますね。最近、誰も、死ななくなったもんねー。うむ、アレイドが充実してきたからだろうね。む、イベント発生、なんだろ。なんかこの人、見覚えあるような。うお、そうだバーボだ。前作に出てたキャラだね。あ、はい。ふむ、正式な依頼ってわけか。いいだろう、受けようじゃないか。豚を探してこいって言われました。5階にいるとのことでしたね。一応、覚えておきましょう。その前に4回を終わらせてからですね。今んとこ、順調。やばそうな敵もいないもんねー。む、ガーディアンを発見。何かを守ってるみたいだね。お宝かもね。よし、倒そう。そうだな、倒そう。さてどんな敵かなー。
ムー、ワーウルフか。そこそこ手強いが、一匹なら楽勝だろ。てか良さげな拳武器を持ってたような。モフ、ちょっくら盗んでみてよ。オッケー、やってみるねー。近接攻撃が痛そうなので、私とノムさんで牽制射撃しときますね。オッケー、そんじゃ私は刃ね。立つ波にかけとくからねー。オフ、ありがてーすー。よし、そんじゃ行くぞー。ごめん、ミスったわ。盗む前に倒しちゃったー。もったい、ない。残念。あ、でも素材は落としたよ。ふむ、まあ仕方ない。先に進もうね。うお、落とした、武器落とした。おそらく竜波専用の武器でしょうね。おふう。あれ、なんか竜波がダメージ受けてるよ。とその前に、イベントっぽいぞ。なんかアレイドをゲットしたぞ。どんな効果なの、シュラコ。敵のアレイドを邪魔するアレイドです。これは正直、あまり使いどころがないですよ。まあでも、せっかくもらったんだし、一応セットだけはしとこうね。てか3ポイントも圧迫するのかよ。これ、最終的には外すかもね。前衛3人も必要なのか。なんか使いづらそうだね。フロントガードの方が、使いやすい。ふむ、まあいいや、とにかく先に進もうぜ。ちょ、さっきから、痛いんですけど。竜波めっちゃダメージ食らってる。むう、おかしいな。さっき拾った武器が怪しいね。どうやら持っているだけで呪いが発動するみたいですね。マジか、まずいじゃん。というわけで一旦帰還ねー。うお、だけー、7000超えかよ。ダークマーダー、だってさ、僕の装備でしたが、惜しいですね。呪いさえなければ、かなり強いですよこれ。ふむう、マジで惜しい性能だな。でもさすがにこれは、持って歩けないね。あ、他の装備は全部微妙だったから、カットねー。はい、二人レベルアップいいね。どんどんたくましくなってね。そんじゃもっかい4階に潜るね。ふむふむ、だいぶマップが埋まってきたな。そんじゃまた倍速倍速お、イベントかな。確か今のやつって。あーやっぱそうだ、サキュバスだ。これは手強いぞ。レベルドレインも怖いですが、魔法も使ってきますよ。どちらも同時に対処するのは無理っすね。それとこいつは、いいお宝を持ってたはずっす。オッケーオッケー、モフにどんと任せなさい。うむ、ぜひとも盗んでくれ。私は刃を唱えておくね。さて、牽制射撃で防げればいいんだが、レベルドレインは、さすがに暗いだけ。後衛3人、死なないでよ。強力な一撃、だったな。まだ倒れませんぜ、タフですな。やべえ、次また食らったら落ちるぞ。シュラコ、マジックキャンセルだ。わかりました。ノムさん回復お願いね。よっしゃ、今度こそ奴の動きを邪魔してやるのだ。ちょ、危ね、モフを狙ってきやがった。そして盗みは失敗。失敗すんなってばよ。あ、倒れましたわ。ごめん、もったいねえ。惜しいですね。かなり高性能なローブを持ってたんですが。まあ仕方ない。誰も死ななかっただけよしとしよう。
イベント投げ、一人でここまで降りてこれるなんて。やはりベルグラーノ様は、ただものではないですね。てか疲れたし、そろそろ帰ろうよ。うむ、結構消耗したもんな。そんじゃここら辺で帰還しよう。レベルアップは3人。まだまだ足りないね。てかそろそろ4レベル魔法、使いたいんだがな。まあ尺もまだ余ってるし、もっかい潜ってこようね。一回なう。ちょっと攻略サイトを覗いてみたんだけど、なんかもうすでに、ラッシュの取得条件を、満たしてるらしいのよね。いいですね、今のうちに、取っておきましょう。雑魚戦で有効なアレードですからね。絶対必要ですべー。うむ、そんじゃ全員攻撃を試してみようね。お、6人全員のパネルが点滅してる。いいんじゃないかこれ。よっしゃー。うまくいってよかったね。ラッシュゲット。なう、ザコ狩りがはかどりますでこいさ。うむ、そんじゃ戦闘はカットで。早速セットしようね。よ、4ポイントも使うのかよ。結構エグいな。まあすぐに1ポイントまで下がりますよ。使用頻度、高いっすから。これ、後で使ってみようよ。うんうん、そんじゃ4階の探索へ。はい、サキュバス倒したとこね。さらにマップうめうめー。むむ、宝箱じゃん、罠解除、なう。まあ楽勝だよね、さて中身は。おのだってさ、カオルコの、装備かも。帰ったら鑑定だねー。そろそろ石化のダガーも、力不足になってきましたからね。頼りにしてますぜカオルコさん。もっと、あがめろ。カオルコさんかっけー、パネース。やんごとない、カオルコ、お、イベント始まったっぽいぞ。イベント投げー。魔女の圧力、半端なかったね。カオルコの方が、やんごとない。やんごとないって言いたいだけじゃん。ふむ、今のレベルでは、まだ魔女は倒せませんね。まあ気長に行きましょう。あれ、等倍速だ。戦闘カットされてねー。て、敵の奇襲じゃねえかおいおい。まずい、忍者がいますよ。やばいよやばいよー。やんごとないカオルコに、任せる。カオルコー。行ったー、カオルコ行ったー。やばいっすよリーダー、シュラコさんが前に出ちまう。忍者の奇襲やめろってばよ。だ、どうすんのこれ、逃げんの？いや、忍者が3人もいる状態で逃げに失敗したら、
それこそ全滅だってばよ。スレイクラッシュで数を減らすしかないですね。牽制射撃、頼みましたよ。お、おうよ。なんとか2体撃破。みんなよく生き残りましたね。とりあえずなんとか倒せそうだね。うむ、スレイクラッシュ続行な。了解っす。ふう、これで勝ち確だな。忍者マジで立ち悪いね。倒したら急いで帰還しましょう。カオルコを蘇生させれば。なんかカオルコの死亡率だけ高い気がするよ。まったく、勘弁しろってんだ。よし帰ろう。すかさず帰ろう。やんごとないカオルコ、蘇生させなきゃね。やんごとない、こういう意味らしいです。いいから早く帰るぞ。帰還の薬。生き返った、ぞー。お帰りやんごとないカオルコ。もう死なないでくださいよ。カオルコは、滅びんよ。何度でも、蘇るさぁ。もしかわろた。よし、そんじゃお宝完成と行こうぜ。さっきの斧も気になるしな。グレートソード。しょぼい。はいはい次次。こけ。いらないって、はい次次。鎖片びら。だからいらないっつの、毒なもんがねえな。またこけ。混合コン。惜しいっす。七星コンの方が強いのですよ。力は上がるのですが、雷特攻がないんですよね。ふむ、まあ売却だな。そんじゃおのを鑑定してみよう。どれどれ。シルバーアックスだってさ。む、いいですね。動物特攻が素晴らしい。命中は下がりますが、威力は上がりますよ。よこせ、カオルコンに、よこすのだ。ふむ、カオルコしか装備できないみたいだな。どれ、どんくらい変わるかな。上がってるよカオルコ、よかったね。うふふい、これでカオルコが、さらに無敵に、片手斧なので、盾もちゃんと装備できるっす。いい強化ですぜー。よしよし、そんじゃレベルアップだ。宿屋行くぞむ、ノムさんが、4レベル魔法を使えるように。これは心強いぜ。モフたちもたくましくなったよ。順調ですな。ちょっとやそっとじゃやられませんぜ。そんじゃ今回はここまで。次回で4回終わらすね。そんじゃ今回はここまで。次回で4回終わらすね。じゃあの。